うです。今回個人的に2024年春アニメ週間ランキング発表していきたいなって思います。対象作品は5月12日日曜日から5月18日土曜日までに放送されていて、私が視聴した作品となっております。個人的な感想なんで、ぜひ皆様のご意見もお受けてくださいっていうことなんですけど、いつもだったら10位から6位までを簡潔に紹介して、5位から1位まではある程度喋るっていうね、やり方をさせていただいてるんですけど、ほんまごめんなさい、今日はめっちゃ時間ないんで、10位から1位すべてを簡潔に紹介させていただきます。ご了承ください。あと明日なんですけど、中間時点での2024年春アニメのティア表の動画出したいなって思ってますんで、そちらも視聴していただきますと幸いですっていうことで、早速トップ10発表してまいります。第10位、この素晴らしい世界に祝福を6話というところで、まあ、アイリス編ですかね、が、完結したというところでございますけども、まずですね、カズマがめっちゃ無敵になっていたというか、能力爆上がりしていたかと思うんですけども、あれなんでかっていうと、バニル仮面をつけていたからっていう、ところで、このバニル仮面もらったのって、第2話かなやと思うんですけど、その時にちゃんとバニルが紹介していたんですよね。月夜の時にこのバニル仮面つけると、魔力上がったりするよ、みたいな。あと、まあ、肌綺麗になるとか、まあ、いろんなね、能力ありましたけども、基本的には、絶好調になるよっていうね、説明があった中で、今回ですね、カズマがバニル仮面つけていた時って、月がね、浮かんでました。月夜だったんで、あれだけカズマの能力が上がったっていうね、ちゃんと、前振りがあったっていうところも、まあ、しっかりしてるなって思いますし、やっぱ最後ですね、最後のですね、カズマが魔王を倒すと言っていく流れが非常に素晴らしいなと思っていて、魔王を倒すって言わせたのはですね、ダクネスだと思うんですよね。で、なんでダクネスがあれ言わせたかっていうと、まあ、アイリスがですね、まあ、なくした。まあ、なくしたというか、カズマに取られた指輪ですね。あれが、まあ、言ってしまった婚約指輪みたいなもんなんですけど、あれをダクネスは知ってるわけですよね。意味を知っていると。っていうところから、魔王を倒すっていうね、ちゃんと指輪の意味を保たせるというところで、カズマの背中を押していたっていうね、流れも、まあ、素晴らしいなって思いますし、まあ、アイリスもアイリスでちゃんとカズマに取られたっていうところを気づいているっていうところも、まあ、非常に尊くてですね、可愛いなと思うおっしゃいでございます。さらにアイリス可愛いなって思うのは、まあ、前回の続きなんですけども、そのカズマがですね、アイリスの裸を、まあ、見ようとしていたわけですよね。一緒にお風呂入ってみたいな、ダクネスたちとねお風呂入ってっていうところで、まあ、バレましたから、いいタイミングでまた戻ったんでね、バレてめっちゃアイリスに怒られたんですけど、あれなんであんだけ怒られたかっていうと、アイリスはカズマのこと好きだからなんですよね。好きな、まあ、男性に裸見られそうになったっていうところの、まあ、テレビもあって、まあ、カズマのことを、めっちゃ怒ったんだろうなっていうところは、まあ、そういう部分もアイリス可愛いなって思うんですけども、このアイリス編の締めとしては非常に、面白い、6話だったんじゃないかなと、個人的に思った次第でございました。次、第9位、週末トレインどこへ行く7話というところで、ゾンビ編ですかね、が完結したというところなわけでございますけども、最後ですね、今回女王として黒木っていうやつがね、ゾンビの女王でいたかと思うんですけども、あいつに対してですね、レイミがいじめられっ子だったんかなーみたいなことをポロッと言うんですよね。で、この黒木がいじめられっ子っていうところは、まあ、なんとなく匂わせとしてですね、描かれているっていうところで、まずなんですけども、その黒木がですね、ゾンビと鉢合うっていう、シーンなんですけど、もう、おかしいんですよ、単純にね。普通に考えておかしいって話で、あんな時間帯にですね、学生があんなところで買い物してるというか、うろついてること自体おかしいっていうところなので、まあ、いじめられていて、その、学校に行かずに、まあ、ふらふらしていたんかなっていうところが伺えますから、黒木ちゃんってほんまにいじめられていたんだろうなっていうところが、わかるポイントかなと思いますし、まあ、人間とやっぱそんな関わることがないからこそ、ゾンビと仲良くなっていたのかなっていう、ところも、いじめられっ子っていうところに繋がっていくのかなと思いますね。で、今までは、一緒に関わってきた人たち、まあ、いじめてきますから、真正面から向き合うこと、自分の顔を見せることってなかったと思うんですけども、今回はですね、まあ、雨のね、影響もあったりもするんですけども、黒木のですね、化粧がね、落ちて、ゾンビ化粧が落ちて、しずるちゃんたちと、ちゃんとした素顔で向き合えるようになってる。そこで、絆が芽生えているっていう見せ方も、良かったんじゃないかなって思いますし、もう最後が、ほんまにええなって思っていてですね、すべてが繋がってるよねっていう考え方をしずるちゃんってしてるんですよね。この考え方は非常にいい考え方なんじゃないかなって思ったりもしますし、まあこれ考察要素でしかないですけども、その池袋の女王っていうのはもう完全に陽花ちゃんだろうなっていうね、ところもありますので、まあ残り話数もね、半分になってきましたけども、どういう風になっていくのか楽しみだなと思ってる試合でございます。次、第8位。
狼と香辛料7話というところで、今回から新しいお話が始まったというところでございますけれども、まあ、個別でね、動画も出させていただきましたが、信用取引をですね、ロレンスは始めたというところで、まあ、この信用取引が今回のショーにおいて、まあ、重要になってくるポイントなんじゃないかなって思いますので、武具をですね、信用取引で、手に入れた、ロレンスがどういう風になっていくのかですね、非常に見どころだなと思う次第でございますし、まあ、羊飼いですね、どういう風に絡んでくるのかね、ここもですね、面白くなりそうなポイントなんでね、どういう風に、お話が展開されていくのか、楽しみだなと思ってる次第でございます。まあ、とりあえず、まあ、個人的に私はですね、武具ね、ロレンス買いまして、まあ、儲かるって思ってますけど、まあ、多分損するとね、思いますんで、とにかくですね、今後が楽しみになる第7話だったんじゃないかなと思いました。次第7位、男女飯20話というところで、いや私これ初めてそんな考え方のもの見たなって思ったんですけど、今回ですね、マルシルが近道を推奨したんですよね。で、これってなかなか珍しいのかなと思っていて、なんかやりたいことあるんやったら遠回りした方がいいよっていうのは結構あるじゃないですかね。パッと出てこないんですけど、そういうことわざもあるじゃないですか。なんか遠回りした方がいいよみたいな、遠道したら結局近道やみたいなことわざあると思うんですけど、そうじゃなくて、マルシルは、いや、遠回りするんじゃなくて、近道した方がいいよっていうことを、今回話していたんですよね。で、なんで遠回りするかっていうと、嫌なことから逃げるから、遠回りになっちゃうんだっていう話をしていて、で、嫌なことをちゃんと向き合って行うことによって、近道になっていくんやから、近道した方がいいよっていう考え方やったんですよ。いや、素晴らしいなと思って。私もね、嫌なことから目を背け遠回りする人生を送ってきましたから、まあ、ドキーとね、させられてしまいましたけども、そのマルシルの考え方、素晴らしかったんじゃないかなと思った次第でございます。次第6位。無職転生18話というところで、まあ、今回ですね、3度目のターニングポイントだったわけでございましてですね、お久しぶりでした人神がね、現れたわけでございますけども、この人神がですね、ルディに対して、まあ、ルディというか、まあ、前世のね、男に対して、ゼニスのとこ行くな、みたいなことを言ったんですよね。ゼニスのとこ行ったら、絶対に後悔しますよ、っていうね、こと言って、ルディを引き止めようとしたんですけども、まあ、ルディの考えとしてはもうここ初めてですよね。人神の助言を、まあ、無視じゃないですけどもね、破って、ゼニスのところへ向かったっていう、形だったんですけども、この人神がですね、ルディに対して、いや、後悔するよって言ったのが、まあ、結構引っかかるなと思うポイントでございましてですね、これ誰が後悔すんのやろっていうところを考えたんですけども、今回のあの人神のルディを止めさせるのって、明らかになんか行かれたくないなというか、あっちに人神が行かれたくないなっていうところを感じたんですね。ルディをとにかく学園に留めたいと。そういう思いがもうひしひしとね、伝わってきたので、ルディが、まあ、ゼニスのとこ行って後悔するのって人神なんちゃうのみたいなね。そういったところは、まあ、感じた次第でございました。なので、なんか、プルセラとかとやった方がいいよ、みたいなね、ことを人神言ってましたけども、やっぱルディってね、HH なんでね、はい。HH な思考を持ってるから、そういうエロで釣ってなんとしてでも、ルディをここに留めとこうみたいな気持ちがね、あったんかもわかんないんですけども、その後悔するよって、ね、止めるのは、なんかやっぱ無理やるんちゃうかなって思いましたね。だってゼニスが危ないわけじゃないですか。ね、まあ一応その異世界の親ですよ。ルディはほんまに親って思ってるかわかんないけど、あいつゼニスって呼ぶからね、お母さんじゃなくてゼニスって呼ぶから、また真の家族としてゼニスを認識しているかわからないけれども、でも異世界での育ての親のゼニスがね、ワンちゃん命を落とすかもわからんのに、それ以上の後悔ってあるみたいな。まあ、確かにその学園に残っていれば、今のシルフィーとのその楽しい生活だとか、まあ、お子さんもできたんでね、そういうのもあるかもわかんないけども、いや、さすがに親の死の後悔の方が起きないって思ったんで、その人神の必死さっていうところが、やっぱ後悔っていう言葉から出てきたんじゃないかなと個人的には思った次第でございました。まあ、今後のね、その迷宮編がめっちゃおもろいらしいんで、楽しみにしたいなと思ってる人でございます。次第5位。隣の妖怪さん7話というところで、今回の7話でいいなって思ったのがですね、前回の6話としっかり繋がっているという、まあ、6話だけじゃないんですけども、やっぱり、隣の妖怪さんっていうのは、一本の線で話が繋がっているなっていうところを、まあ、今回感じた次第でございました。で、前回の第6話なんですけど、ユリッペっていうね、キャラクターのお話だったんですね。で、このユリッペっていうのは、まあ、
家族というかね、自分の家に対して問題を抱えている、子だったんですけれども、まあそれは時間が流れることによってですね、まあユリペ自身もね、考え方が変わってきたっていうね、ところもあるんですけども、まあちゃんと解決できましたよ、みたいな、ところが、6話で描かれていたわけでございます。そういうですね、時の流れっていうのを意識させるような第6話だった流れから、今回の第7話でも時の流れっていうところの、お話をね、したというところで、ブチオっていう、まあ、あの、猫股のね、キャラクターがいるんですけども、そのブチオの、まあ、寿命ですね。自分の方が今お世話になっている家族よりも、まあ、長いと。自分が長いから先に、周りが亡くなっていっちゃうんですね。それがやっぱちょっと寂しいし怖いわっていう、そういう悩みを持っている。で、これっていうのは妖怪あるあるらしいんですね。まあ妖怪の中にも人間と同じ寿命のね、妖怪もいます。ユリッピはまあそうらしいんですけども、でも長生きする妖怪もいて、で、そういう長生きする妖怪は絶対にぶち当たる悩みなんやと。で、その悩みに対して自分がどういう風に向き合っていくのか、どういう風に行動していくのか、それを考えることが大切なんですよっていう話があった中で、西谷千秋っていうあの車のつくも神なんですけども、このいつのお話になっていくって話して、こいつの、まあ、元々の持ち主ですね。その持ち主の奥さんがですね、先に旅立ってるっていうお話があって、まあ、過去回想に入っていって、どういう風に奥さんが亡くなっていたかっていうところが描かれていったわけなんですけども、この奥さんっておそらく寿命人間と一緒やと思うんですね。なんか先祖が、なんか植物の精霊やったらしいんですけども、別に今のあの奥さんは人間やと思うから、普通のね、っていうところで、同じ寿命でも、ね、寿命が同じであったとしても先に旅立つ可能性があるわけですよね。そういうところを描きながらですね、その西谷千秋車のつくも神が何を決めたかっていうと、その持ち主の方の、寂しさとか、そういったものを一緒に分け合えたらいいなって、一緒にいることでね、分け合えて、まあ、分かち合えればいいなっていう、長生きをすることにおいての自分のやりたいことっていうのは確立されてるよねっていうところが描かれていったんですね。じゃあ仏中は今後どうしていくのかっていうところが、まあ、今後のお話のですね、注目ポイントなんじゃないかなって思うんですけども、このですね、長生きすることによっての悩みっていうのをですね、仏中だけでなく次郎坊も抱えているっていうところで、次郎坊もですね、まあ、長生きするがゆえにいろんな人の旅立ちを見ているんですよね。で、その中でもむつみちゃんのひいばあちゃんとなんかあったっぽいんですね。で、むつみちゃんのひいばあちゃんの写真もあんまないよねっていう、ところでですね、まあその次郎坊の悩みっていうところも、まあ今後深掘っていくんだろうなってところで、まあ楽しみなんですけど、この写真がないっていうところも、まあ非常に気になるポイントっていうところで、その車のつくも神の時はね、その旦那さんが奥さんの写真にね、対してまあ手を拝むみたいな。これは日本じゃ普通ですけど、亡くなった方の写真にまあお供えをするというかね、手を添えるっていうのは普通なんですけども、でも、次郎坊は、むつみちゃんのひいばあちゃんの写真を残してないっていうところ、写真があるないっていうところもまあ気になるポイントかなって思ったりもしますし、さらにこの写真つながりで言いますと、そのむつみちゃんがですね、なんか結界をまあ解除するみたいな話がですね、ちょっと前にやったんですけども、その結果を直しているっていう描写がちょいちょい描かれるんですが、第6話やったかと思うんですけども、その結界の木の写真撮ったらええんちゃうのみたいなむつみちゃんに言われるんですけど、次郎坊ってそれ断ったんですよね。で、あの思い出に残しとくわみたいなこと言ってたんですけど、やっぱ形に残さないんですよ、その次郎坊っていうのはね。そこもやっぱちょっと気になるポイントかなって思ったりもしますし、まあさらになんですけど、今回次郎坊ってめっちゃ謝ってたんですよね。ごめんなさいってね、あの言っていたんですよね。で、別に謝ってほしいわけじゃないんだけどなみたいな展開があったんですけど、このごめんなさいとありがとうもですね、第2話か第3話ぐらいでテーマとして取り扱っていたんですね、隣の妖怪さんっていうのは。っていうところから、1話1話に隣の妖怪さんってテーマあるんですけども、そのテーマをしっかりと踏まえて話を紡いでいってるっていう、ここら辺もですね、素晴らしいなと思ったポイントでございました。今後が楽しみです。それでは次、第4位の発表です。第4位、魔王学院の不適合者18話というところで、これ初めて見た時ね、初見の感想で言うと、あの様、何言ってっかわかんねえっていうところが、まあ、正直な感想でして、相変わらず、なんかあのさんがようわからんこと言って、あのスコーブン言って、なんか敵倒したわ、ぐらいの感覚やったんですけども、まあ、もう一回ね、見返すことによってですね、なるほど、みたいな感じになったんで、お話ししていこうと思うんですけど、まずはね、最後のあのエミリアね、エミリアが、なんか学園長ですかになったのは、まあ、普通にいいじゃないですか、あの、エミリア報われてよかったねっていう気持ちになるんですけど、やっぱ今回の見どころはですね、そのあのとアルカナですね、
ここの、まあ、その問答みたいなところが、まあ、見どころだったんじゃないかなって思っていて、で、今回ですね、そのアヒデっていうやつがいて、そのアヒデがですね、自身にアルカナを憑依させたんですね。ほんで、その後に、なんか全能者の剣のリバイン・ギルマっていうのがあるんですけど、この審判をアノスに突きつけたっていうところで、まあ、どういう審判やったかっていうと、全能者はいますかっていう、そういう、審判があったわけでございます。で、この全能者の剣、リバイン・ギルマなんですけども、そのリバイン・ギルマをね、抜いてしまうと、その根源がもう、未来、過去、現在、すべてにおいて消え去ってしまう。要は存在が消え去ってしまうんですね。なんですけども、アヒデを倒すためにはですね、このリバイン・ギルマで3度切りつけないといけないよね、っていうところで、いや、どうしたらええねん、みたいな。ね、感じになっていったわけでございます。そこでですね、まずアノスが一回答え出すんですよ。で、その時に出した答えっていうのは、全能者はいませんっていう答えだったんですね。なんでかっていうと、リバインギルマっていうのは全能者しか抜けない剣なんですけど、でも、抜いてしまうと、もう根源なくなっちゃうんですよ。そいつの存在なくなってしまうから、結局全能者っていないってことになるよねっていう答えを、一回アノスは出すんですね。で、この答えっていうのは、アルカナの考えなんですよね。アルカナっていうのは全能者はいないっていう考えをしていて、これなんでかっていうと、過去の経験がそうさせてるっていうところで、神の神託によって娘を亡くした男に対して、娘なんか復活させたるわ、つって、あの娘さん復活させたんですけれども、なこいつ偽物やみたいな感じになって、そのお父さんが亡くなったみたいな、ところだったんで、誰かを救おうとしたら誰かが亡くなるっていう、ところがあるんで、全能者なんていないわ、みたいな考えをアルカナは持ってるんですけども、ただ、そのアルカナの考えをですね、肯定して欲しかったんじゃなくて、アルカナは否定して欲しかったんですね。っていうところもアノスはしっかりと気づいていくんで、ちゃんとした答え、アノスとしての答えっていうのは、全能者はこのリバインギルマをですね、抜くこともできるし、抜かないこともできるよねっていう。そもそも、全能者っていうのは理論に従うわけないんやから、そんなこと関係ありませんっていう。ところで、なんか自分の魔法も使って、リバインギルマを抜いた現実と抜かない現実をですね、作り出して、アヒデを再三切ることによって、まあ、倒すことができましたよ、っていうね。ここのアノスらしい答えというかね、全能者は理論に支配されないみたいな、一見よくわかんないんですけども、まあ、理にかなってるっていうところの、このアノスとアルカラの問答っていう部分は面白いポイントだったんじゃないかなって、思ったりもしますし、もう最後ですね。C パートがびっくりっていうところで、アルカナって記憶ないんですよね。っていうところで、その亡くなっている記憶の部分に、アノスとの関係性を示すものがあるっていうところで、そのアルカナがアノスに対してお兄ちゃんって呼んでたんで、いや、ワンチャン兄弟説あるぞと、いうところで、まあ、これ今後明かされていくと思いますから、まあ、楽しみにしたいなと思う次第でございます。まあ、とにかく第18話ですね、初見ではアノス様が何言ってっかわかんなかったんですけども、よくよく聞いてみるとですね、おもろい会話していたなというところで、18話良かったんじゃないかなと思った次第でございました。次第3位、響けユーフォニアム6話というところで、まあ、こちらを個別で動画投稿しておりますので、そちらを視聴していただければなと申し訳ございますけど、まずはやっぱ葉月ちゃんね、葉月ちゃんがあのオーディションを受かったというところでございますから、おめでとうございますとね、はい、ほんまに悔しい思いしてたかと思いますけども、1年生2年生と、何度涙を流したか分かんないと思いますけども、努力が報われたというところで、素晴らしかったなと思うしでございます。まあ、そんな第6話の見どころですね、私の中でやっぱり久美子とクロエちゃんの関係性、ここが、すごい見どころだったんじゃないかなと思います。久美子が、クロエちゃんのことを露骨に避けていくと、いうところがあるんですけども、なんで久美子が、クロエちゃんを避けるのかっていうところですね。私の考えとしましては、クロエちゃんが久美子と似ているからと、でさらに似ているだけではなくて、自分の嫌な部分をですね、煮詰めたような存在なんじゃないかと。で、クロエちゃんと向き合うっていうところは、自分と向き合うっていうことになるから、まあ、そこから逃げたくてクロエちゃんから避けているんじゃないかなっていうところを、第6話から、感じ取った次第でございますので、このクロエちゃんと向き合いまして、でその際にはですね、自分と向き合えていると思いますので、クロエちゃんを通してクミコがどう成長していくのか、非常に楽しみだなと思っている次第でございますし、皆さんも第7話見ました？私まだ第7話ね、この撮影をしている段階では見てないんですけども、水着会ね、いや、もうツイッターにいっぱい画像流れてきました。なんかクミコとさ、レイナがね、水着入れ替えてるみたいな、そんな尊いことするみたいなね。あとクロエちゃんの黒い水着ね、素晴らしいなと、いうところで、早く第7話見たいなと思ってる試合でございます。次第2位の発表でございます。第2位、死神坊ちゃんとクロメイド30話というところで、ウォルターのねプロポーズめっちゃ良かったなと
思いまして、まあ、ダレスはですね、その人間になろうとね、今頑張ってるわけなんですよね。で、千の皇帝が必要らしいんですよ。あの人間になるためにはね。で、その千の皇帝の最後がキスをすることやっていうところで、ダレスはウォルターに対して、キスさせてほしいって言うんですけども、それを聞いて逆にウォルターがダレスに対してプロポーズ返ししていくって、この男らしさね、素晴らしいなと。面白いでございますし、このキスを受け入れていくってことは、これから行っていく千の皇帝も一緒に歩んでいくんだろうなっていうところも、察しすることができるかなと思いますので、今後の人生二人は一緒に歩んでいくんだろうなっていうところでですね、まあ非常に素晴らしい二人のエピソードだったんじゃないかなと思った次第でございました。そして、そんなウォルターとダレスの関係ですね、そのお母さんですね、坊ちゃんのお母さんは、まあ、非常に微笑ましいような目線というかね、あの、この二人の関係を認めてますよっていうような、目線で見ていたんですけど、この認めているウォルターとダレスを見つめるのと同じような感じで、坊ちゃんとアリスのことを見つめていたんですよね。っていうところから、お母さんは坊ちゃんとアリスの関係も認めてるんだろうなっていうところが、伝わるのかなって思うんですけど、でもやっぱり、その立場的には認めることできないっていうところで、坊ちゃんの位に対して、やっぱ召使いのアリスがですね、そういう関係になるっていうところは、なかなか認められない。でも、お母さん目線からすると認めてあげたいっていう、この気持ちで、まあ、揺れてるんじゃないかなと思う次第でございました。でもさ、後継ぎウォルターでよくない？もう私、ウォルターでええんちゃうかなと思うんですけどね。ウォルターやる気満々やしね。うん、それやったら全部丸く収まるんちゃうかなって思うんですけど、やっぱ長男至上主義みたいなクソど田舎のね、考え方あるんでしょうか？わかりませんけれども。まあ、そのお母さんの複雑な気持ちっていうところも、やっぱめちゃくちゃビンビンとされましたので、よかったなと思う次第でございます。しさらにですね、やっぱ呪いが解けてしまうと、まあ、お母さんの話聞きましたから、アリスと離れ離れになる可能性あるんですよね。まあ、召使いとして働く可能性はあるんですけども、まあ、今のように隣にいてくれる存在になるかはわからない、わからないんだけども、でも呪いを解いてアリスに対してしっかりと気持ちを表したいと思っている坊ちゃんっていうのはね、まあ、非常に素晴らしいんじゃないかなと思っている試合でございます。呪いが解かれたその瞬間もですね、ずーっとアリスが坊ちゃんの横にいてくれればいいなと、強く思う試合でございました。はい、次最後でございます。第1位の発表です。第1位、忘却バッテリー6話というところで、まあ、こちらもですね、あのおもろすぎたんで個別で動画投稿させていただきましたので、そちらをぜひとも視聴していただければなと思う次第でございます。で、今回はですね、東堂の過去が明らかになったと、まあ、そもそもですね、東堂がイップスであるっていうことが明らかになったんですけども、なんでイップスになったかっていうところが描かれていったわけでございます。で、そのお話も面白いっていうところもありますし、東堂の発言がもう過去の描写につながってるっていうところも素晴らしいポイントだなって思うんですけども、やっぱりですね、その忘却バッテリーちゃんと野球やってるっていうところが、まあ、私野球やってるからなんですけども、余計アニメーションの素晴らしさが伝わるっていうところで、まあ、今回ですね、その東堂と、清峰ですねの初対決が、描かれたわけですよね。で、最初ですね、東堂も、いや清峰かなめバッテリーがなんもろもんじゃいみたいな、俺が打つぜみたいな感じやったんですけども、打席に入りまして、最初のボールですね、外に外したストレートだったんですけど、それを見た瞬間、あ、もう勝てませんと、あ、こういう人がプロ行くんかっていう、ところで気持ちが折れちゃったんですね。で、その後、まあ、ストレートで攻めてくる、清峰に対して、もう全然歯が立ちませんよと、追い込まれましたよっていうところで、東堂ってバット短く持ったんですよね。っていう描写から、あ、もう、ほんまに負け認めましたね、みたいな。まあ、戦術としては全然ね、あの、ストレートが速いピッチャーに対して、バット短く持つってのはもう何も間違ったね、戦術ではないんですけども、心理描写としましては、もう自分の心理曲げて、バット短くしてるわけでございますから、まあ、相手に、負けを認めたと。いうような、描写になってくるのかなって思うんですけど、ここで細かいなってものが、その、東堂が、バットを短く持ったシーンなんですけど、誰視点で描かれていたかっていうと、金目視点で描かれていたんですよね。まあ、下からのアングルになっていたかと思うんで、完全にあれは、金目視点かと思います。っていうことは、金目がですね、長く持っていたバットを、短く持ったと、東堂が短く持ったっていうところに気づいたよっていう描写なわけなんですね。で、その後に、清峰が、うなずくっていう、マウンドからうなずくっていう描写があるんで、そのバット
ットを短く持ったって金目が気づいた後にサインを出してるっていうことなんですよ。糖度バット短く持ったんで、まあアウトコース届きにくいですよね。物理的に今届きにくいっていうところでアウトコースを選択していくっていうところもまあいいですし、この短く持ったってことは明らかにですね、ストレートを意識してるわけなんですね。頭の中にストレートがありますと。だからこそアウトコースからボール球になる変化球を選択して作戦通り三振に打ち取るっていう、あそこのシーンって単純にですね、東堂が清峰金目バッテリーにボコボコにされましたっていう描写だけじゃなく、しっかりと金目の配球の意図を読み取れるように描かれているっていうところも、これ野球やってないと伝わらないところであるんですけども、ちゃんと野球やってるっていうね、防御バッテリーの、まあ、素晴らしいポイントだなって思うんですけれども、まあ、それを感じ取ることができた、6話、まあ、お話も非常に面白かったですし、最高だったな、と思った次第でございました。っていうところで、以上で終わりたいなって思います。ぜひ皆さんの感想もコメント欄で教えてください。チャンネル登録するかどうかお任せするんですけど、おそれどこどこにあると思うんで、あと1分くらい視聴していただけますと幸いです。ハッピーな君の届けで。